ハット P-11 は白鳥座の方向に約120光年離れた距離にある重等級の構成である。太陽と比べ一回り小さいスペクトル分類 K4。ボルト型の K 型種系列性で高度は太陽の4分の1程度である。2020年時点で2個の太陽系外惑星が周囲を公転していることが知られている。ハット P-11 はスペクトル型が K4。 ボルトに分類される大々色の構成で、太陽と比べて小さく暗い天体である。質量は太陽の八十一パーセント、半径は六十八パーセントで、表面温度も太陽より1 0低い。一方で、金属量は太陽の約二倍あり、シゲモの豊富な構成に分類される。構成の進化モデルによると年齢は六十五億年と見積もられているが、これは、 大きな誤差を含んだ値で、再創の活動に基づいた推定では12.5億年とされている。また、ハット P-11 には、周期29.2日、振幅0.0062等級の小さな変更が発見されている。5人の可能性を考慮して検証が行われたが、否定的な証拠は見つかっていない。変更が事実ならば構成表面の黒点が時点に。 伴って見え隠れすることが原因と考えられている。さらに、ハット p 1 1には、構成活動が活発な井戸が存在することが知られている。ハット p 1 1の手前を通過するハット p 1 1 B の創造図2009年、トランジット法による太陽系外惑星の探査を行っていた、ハットネット計画によって、ハット p 1 1を公転する。 惑星ハット p 1 1 b が発見された。この惑星は、恒星の至近距離を4.9日で周回する、海洋星に似た質量の天体で、色の現行の大きさから、半径も海洋星よりやや大きい程度であることが、わかっている。ハット p 1 1の発見当時、海洋星質量の境外惑星は他にもいくつか、知られていたが、そのような天体の色が観測され、 半径が実測されたのは、グリーゼ436ビットに続いて2例目だった。ハット p 1 1とその惑星系は、太陽系外惑星の探索を行っていた、ケプラー宇宙望遠鏡の観測視野内に存在しており、ケプラーミッションでの命名規則に基づいて、ハット p 1 1には、ケプラー3、ハット p 1 1 b には、ケプラー3ビットという別名が与えられている。 2018年、ハット p 1 1を公転する第二の惑星ハット p 1 1 c が存在することが確認された。ハット p 1 1 b とは異なり、ドップラー分光法で発見されたため、惑星の物理的特性は加減質量しか知られていない。ハット p 1 1 c は、離心率0.601という大きく歪んだ楕円軌道を公転しており、 近天では 1.67au まで接近し、遠天では 6.61au まで遠ざかる。ありがとうございます。